はい、本日はですね、京都じゃなくて岡山四国に2泊3日旅行ということでね、ただいま来ておりますということなんですが、嫁さんもね今来てもらってて、旅行とは言ってるんですが今日は出張旅行なんですね。お仕事で旅行ということで、本来僕一人で行こうと思ってたんですけども、嫁蔵さんもね一緒に行きたいということで、まあ、何してんのと言うと、大体今3時間ぐらい隣に寝てましたね。3時間は寝てたの？つけ1時間は寝てたかな。1時間だよ。まあ、寝てたかな。そう、3時間ってことは僕が、主演で出て、僕が運転して、僕が挨拶して、君が隣で寝て食べてるんかな。なんとかフィルムやね。もう岡山ついております。キビです。キビサービスエリアって、これ3年前に来たことあるけどね。キビ団子はキビか。そうそうそう。はい、小島到着しました。昼ご飯うどん来ました。うどん大。岡山はね、うどんが有名みたいなんでね。あ、にぎわってるわ。うん、切ります。はい、ありがとうございます。はい、やっぱり食後はアイスっしょ。ブラッククッキーチョコレート、ずっとおじさんのドアップで、うわそんな噛んだところうまそうでもチェック。このシーンそんないらんよ。はい、それではまず第1社目のね会社さんへ到着しました。まあなんてメルヘンな場所。あのね、ここはね実はこのデニムのマウンテンパーカー作ってもらってるとかがさ、メルヘンな場所とかでディスってる場合じゃないんですけど、ディスって書いてたらいいよ。これね作っていただいてる会社さんで、まあ、もうちょっとこう詰め合わせして、これ僕今最近ずっと来てるんですけど、まあ、ちょっと改善点あるんですよ。それを今から改善点に行くんでね、ちょっとだけ仲間を取らせてもらえるんで行きたいなと思います。皆さん、こんにちは。こんにちは。初めましてというか、はい、こんにちは。こんにちは。はい、はい、はい。なんかそういうのがあればより使いやすいかなと思うし、っていうか、ここがあるから開けづらいのは仕方ないんですけど、これで毛がちょっと出ちゃうんですね。で、まあ中まで突っ込んだらこうなんですよ。うんうん。基本は。でもこれ斜め。これはこれがオリジナルのパティート。お、へえ。え、糸？糸です。糸です。これデニムの糸。糸です。全部足りて。すごい。すごいじゃん。え、糸だったんだ。メーカーも出てる。あ、うわ、ほんまやわ。ね、メルヘンでしたね。メルヘンでしたね。で、今からはね、何時や時間？3時か。3時やから、ジョンブル行こうか。ジョンブル行って挨拶久々に、はい、別に中入らへんけど、うん、あのこの間どうもありがとうございましたって3年前か2年前になってえらい遅なりましたけど言って中井さんに会いに行こう、はい、アポ取ってないから会えるか分からんけど。じゃあ行きましょう、はい、さて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 、ジョンブル本社の近くですよ。もう前行って2年ぶり、ちょうど2年ぶりぐらいのね。向こう覚えてるかな。覚えてないんじゃない。まあ誰やねんってなってるけど、当たり前のようにお前記憶誰やねんって。よこしょ、いや会えたよ。よかったね。喋っちゃった。ね、そうだね。あ、中井さんも喜んでくれたし。ほんと、よかったじゃん。あ、こんにちは、お久しぶりです。どうぞ。あ、すいません、本当に撮ってもいいですか。あ、いいですよ。すいません。お気をつけて。はい、またまた、はい、失礼します。はい、失礼します。わかんないけど、隙間スイッチだったね。え、中井さん。隙
キャンスイッチになってたね。キャンスイッチだったね。変わらなかったね、あの、髪の毛の感じ全く。いや、前はさ、帽子かぶってあったからさ。え、そういうこと。まだ点滅もしないもん。あ、点滅した。キーキーじゃん。ここ、ここさっき行ったやん、車で。こっち。さっきレディーもかっこいいって言われたね。マウンパーマウンテンパーかな。あ、よかったね。よかったよ。経年変化めっちゃしてるからな。あの、それ預けたからね、うん、今ノンセスに着替えました。これしかもう今アウターないからね。だからちょっとあおおおって感じだったじゃん、うん、だって預けてきた。はい、じゃあちょっとこれ帰りますねって言うとかちょっと流れをちょっと僕着るんですけど一瞬固まったもんねすぐ早めにって言うと、あ、わかりました。それ持ってきてよかったね。いや、なんかな、いるやろなと思ってんな。取られそうな気はしとってん。取られそうって言っちゃったよ。おいおいおい、人おらんやないかい。あ、デニムが大好きって書いてる。コートを持っていたら、ハイサルバジーンズや。おお。うわ、やっぱ海沿いだからちょっと寒い。風も強いしね。はい、チーズ。あ、取れてなかった。でももう終わりや。寒いわ。はい、大井町でも泊まった東京ホテル。大井町泊まった時も綺麗だったもんね。で、ベッド2つですね。我が家はいつもお泊まりの時は、室員ですね。ほんで、あ、これは今日私持ってきたバッグですね。頑丈、ガシガシ。ほんで今、最後に拓造さんは今日の取ったデータを移動しています。はい、1分過ぎたので終わります。はい、逆でしたね。のでも行かねえかんときも。シャンシュイで、キャバとキムタガで、キムタガで、最小のハッピーバースデーですよ。キンキン。すっげえ、今までの中で一番冷えてるんですよ。うん、今回な、今度行きましょうか。大丈夫だよ。さっきのコートだよ。ハマチになっております。いっぱいついてるのね、すごいな。生ビール、生ビールを1つ。はい、水眠り。お、動いてる。ほら、さっきまで生きてたから。そこで水槽があるから泳いでたからね。こいつ生きとんねや、まだ。ごめんね、いただきます。美味しくて。だからめっちゃ前で、どんどん鮮度落ちていって。はい、じゃあいただきます。どう？美味しそう。こちらも、かき揚げ。手じゃないが、かわいげのニューランド。あ、もしもし、おはようございます。すみません、今日よろしくお願いします。うん、了解です。ほんのよろしくお願いします。はい、すみません、失礼します。じゃあこれサクサクっぽい方を選ぼうかなと思う。画面してから大きい方を選びます。テープいけないけど、うん、おいしい。いいしみ。は
い、ではですね、今から本日1軒目の会社さんへ伺いたいなと思います。僕が作ってるトートバッグ、あのキャンプ用とかで作ってる、これ傘入ってるかな、キャンプ用とかで作ってるトートバッグの製品を全てここで作ってもらってるので、それをね、行きたいなと思います。すいません、お邪魔します。どうぞ。お菓子いただきました。いろいろ話させてもらいましたね、うん、よかったらね、皆さんも香川に来た際は寄ってみてください。川西かまんさん、おしゃれ。では次のところ行きましょう。週末は、あ、うん、ご飯食べてきましたよ。それでね、これいただきました。こちらです、ズドン。いただきました、ありがとうございます、3玉も入ってるということでね、僕ら晩ご飯これ一つで十分ですね。では今からここのカバン屋さんのところね、ここ行きたいなと思います。お邪魔します。正解ですね、最終的に。でしょ、いいでしょ、はい、感じが。これ見て、ここのところ、シボ、ここでも多いやん。まあ、いずれね、クミンともレールだけ、はいはい、で、ここはシボ少ないとか、うん、まあ、ブラックがメインにはなるとは思うけど、まあ、限定的な感じとか。同じ種類は、色が違うだけ。この色おしゃれ。グレーね、これ。この感じがすごい。このこれ、これがめっちゃいいんですよ。結構油、これ分かりますか？油ですけど、油感と、この、なんていうの、うわ、そのスカスカじゃない、この感じ方プロやで、分からんわ、俺は。ガシガシやっていいんだって、もう、どうしちゃった、キュッキュッてなる感じです。この、これ、この音、あー、せーのね。置いてる方がこっちの可愛い、かっこいいね。ご飯になった方もね、カールさんめっちゃありますもん。あ、これじゃん。そうや、そうで今作ってもらってショルダーを、じゃあ今からホテル向かいましょう、現地点がお昼の1時27分ちょっと早めにチェックインして、ちょっとゆっくりしてやりましょうか、はい、いいですか、はい、それでは今からチェックインするホテルへ、レッツゴー。真っ暗、心癒し中。心浄化中。広々と
使えます。こんな感じのお部屋です。はい、お部屋紹介終わります。いいね、うまくなった。俺ずっとさ、あんなのとまたパソコンで作業しとってんけどさ、キム忙しかったんじゃん、結構、うん、何してたの？寝てた。寝てたよね、ずっと、うんうん、2時間ぐらい寝てたよね。でも、そんなすぐ寝てないよ。なんか、たぶん、いろいろ電話とかしたりしたから、だからいや、あれ、寝だして1時間ぐらい経ってから電話したしね。もういいわ、思って起きてもいいわ、思って起きてもいい。お疲れ。阿波踊りのモモ、うん、プロップで、同じ島のミモじゃん。だいたいこういうのチーズかかってたらうまいね。湯気出てる、めっちゃ。あっ、怖っ。すごく美味しかったね。美味しかった。ぜひね、皆さんも鳴門に来た際は来てみてください。鳥をちょっと行ったところにスナックもあるしね。最高じゃん。おじさんはぜひ。はい、おはようございます。3日目です。あとは帰るだけなんですけどもね、ナルトのね、魚大将っていうところで昼食べようと思ったんですけども、そこめちゃくちゃうまいんですよね、うん、だから食べようと思ったんやけど もまだオープンしてないんで、もう淡路島まで帰ります。で、淡路島でなんか昼飯、うん、しようかなと思ってますけど、はい、では帰りましょう。何を食べようか。いい景色や。本当だ。写真撮ろうよ。どうですか？いや、いい感じじゃないですか。じゃあタック、はい、写真撮るの。あ、一緒に撮ろうよ。あ、一緒にも撮ったけど、タックに単体でさ、欲しい人いるかもしれないじゃん。いらんか。あ、かっこいいよ、かっこいいよ。ちょっと眩しいね。この顔なるから。揚げたてコロッケ。なんで今せーの揚げコロって言っておいたら、なんでカメラ回したの？言わんくなったの。何のことだろう。やばいやん。コロッケ食べるの？え？コロッケ食べるの？食べようか。揚げたての淡路牛コロッケだっけ。甘さすら感じる。タコ天だ。タコ天も入っちゃいました。オアシスバーガー、これはなんかハンバーグと淡路島の fireworks thought nothing could break us but oh how we got burned look at us now we scream we fight and no one knows the reason we're both getting out of